はい、えー、こんにちは。7月の19日木曜日の日替わり竹部でございます。えー、本日の東京外為市場、まあ、円がですね、主要通貨において、ま、じりじりと、じりじりと、まあ、これどういう手の表現の仕方だかわかりませんけども、じりじりと強含んでいくというような場面が見受けられました。で、ちょっと今回ですね、こちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。で、今回はですね、対アジア通貨への悩みと、で、これ当然株式市場、そして日本の経済、ファンタメンタルズ全てに影響を及ぼすところでございますけども、金融使用関係者などとよく 冗談で言っているのは本当にこれ人民元がさらにさらに切り上がるもしくは人民元が主要通貨において強含んでいった場合はもうチャイニーズパワーで全て買われちゃうんじゃないかと、えー、日本も地球も全部買われちゃうんじゃないかぐらいのです、ね、勢いがあるんじゃないかというふうにしてよく冗談で話をしているんですが、えー、実際、えー、この人民元円もしくは韓国本円いろいろなです、ねまあ、取引に 対しては、通常の fx とちょっと違うところございます。この違いというのはぜひ、当社のホームページなどでぜひご確認していただければと思いますが、えー、こういったですね、アジア通貨の動き、特に現在、 欧米のです、ね、金融情勢が非常に危機的な状況になっているという流れの中で対円の動きだけではなくてです、ね、アジア通貨が他の通貨に対してもどういった動きをしていくのかそれがです、ね、翻ってえフェクト取引キすべてにおいてです、ねまあ、俯瞰的な形で十分です、ね、参考になっていくものという,ふうにして見ておりますのでぜひ、ウォン,エン・エもしくは韓国ウォン,エン・エこういった動きもぜひ、ね、追いかけてご覧になっていただければと思います。以上 7月の19日木曜日の「日替わり竹部」でございました。